見えてきました。私エコパ行くの久しぶりだな、本当に。はい、到着しました。着いたはいいけど人がいません。やばい、ちょっと早く来すぎたかもしれない。私前髪湿気のねえ、ちょっとライブ早いけど、ね、スタグルがね10時からなんだよ。なんでそこでビールを買ってなんかやってる。え、そうさ、なんかさ、スピラスピカ来るんだよ今日。気になってるチュロスがあるからそれを買いに行きたいんだけど、待って、どこだっけ。来るときに見たんだけど見失っちゃった。ちょっと待って、これだこれだこれだ、87キッチン。2番買った。テイスティー。はい、ありがとうございます。ビール買った。ビール、あー、ちょ、泡がこぼれそう。待って、あー、こぼれそう。ちょっと待って、いただきます。助けて、ちょっとあのびっちゃびちゃびっちゃびちゃ、やばいやばいやばい、なんでこんな風にゲーグラ持ってきたんだろう。私はこれは山原さんなんですけれど、山原さんのやつ作ってる時にちょうどあの新体制発表があって、番号変わったんだよね。番号が変わる前に作ってたから、裏から見ると29が残ってるんですよね。まあまあまあ手作りなんでいいですけど。
そっか浦和か。そうリーグ勝たないと昇格できないからさ。いやでも群馬はあれだっけ、16年の時にさ 8-0 じゃんね。はマジでどこに目つけてんの？あのさ、岸本倒されたところあったでしょ？なんであれカートじゃないの？てかさ、なんかところどころ岩田ならプレーだったけどさ、なんで、ちょっとなんか不思議。失点シーンも1失点目も2失点目もちゃんとカバーできてれば防げた失点だったよなと思う。なんでだろう、なんかいろいろ言いたいことはあるけど、まあ、とりあえずこれだけはして、ダービーは勝たなきゃいけない試合なんだよ。なんで勝てないかな。すごい、 J1 復帰を記念しています。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録、通知オン、各種 SNS のフォロー等もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。